あ、なんか若いね。もう赤やもうちょっともう全然ようこそ。全部顔がみんな一緒に見えるわ、もうやらしい。ちょっと来よっと来よっと。あ、来よっと。あ、どうも。来よっと。あ、あの、あなたのお名前は。来よっとな。かなこです。あの、かなこから生まれたような気がするよ、僕。いやもうそうやろ、ちょっとかなこの写真送ってるかな、今夜と、まだ出させていただきました。あ、またかも、しかしたら無理はめちゃってる。帰ろ帰ろ、え、世界帰ろ、ママのことは世界で一番好き。これからも応援してやから、うちの味で。あ、でもまた来るから、仲良くするんだよ。冷めた、やばいわ。あ、ちゃん、仲良くね。若い子はもう帰って帰って、もう帰って帰って帰って、こうやって仕送り今度ちょうだいな。何を言ってんねん、もうほんまに。いっぱい産んでるんだね、かなこ姫。若くてええわね、ほんまに。よいしょっと。わあ、すっごいずっしりといろいろ持ってきてくれてる感じがするけど。いや、ほんまにね、ちょっとね、差し入れと思ってね。なんか頼みたいねんけど、おすすめあります？え、あの、ママさ、かなこママさ、うん、僕、あと2分で546万稼ぎたいんだけど。うん、それはもうアコムにせこむやね、もう大変やね、うん、アコム、アコム、アコム、そう、だから、うん、ママ、ママがさ、よかったら、うん、あの、僕のこと助けてくれないかな、うん、え、あと600万近く足りないっていうこと、うん、え、それないとどないになってしまうの、これとは。もうクビになって、明日からそこら辺で寝起きしないといけなくなっちゃうんだよ、ママ。そうなん、大変や、ほんまに、うん、ママ、もうこの辺は危ないねんから、治安もな、ほんま。そうなんだよ、怖いよ、ママ。まあでもお金がね、足りないっていうのも分かるわ、うん、もう昔は私もそうやった、うん、もうそういうのはもうおばちゃんに任しとけ。え、昔は大丈夫、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 大丈夫。じゃあちょっといっぱい入れてくれる、ママ。600万円分の何があんねんかな、うん、シャンパンタワーもあるし、あのマヨネーズ600本でもいけるよ、ママ。マヨネーズ600本ってどないしてそれ消費するの。あ、わかった、こよと。そしたら、お好み焼き屋やろか。あ、そしたら、お好み焼き屋開いたら、600本ぐらい消費できるわ。あ、わかった。じゃあ、もうこの店畳んで。そうね。あ、明日からここで、お好み焼き屋一緒に。いや、やるか。そして、お好み焼き屋と、あと、たこ焼きもやっぱり売っといて、そうしたらもう、そんな600万円分もね、こっちも稼げるし、赤字になれへんわ。これな、天才は。これでもう、追われることもなくなるね。かなこママ、あれもうやってけるわな、もう。ありがとう、頑張りましょう。ありがとう、かなこママ。じゃあマヨネーズ600本入りまーす。イエーイ、イエーイ、ワン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 。世界一番可愛いかなこママ、かなこ最強最可愛プリンセス。明日も明後日も明後日もトラしか勝たん。勝たん、やっぱりトラやね。それではマヨネーズで